レルスタビライザーを発見。マスレベル2ね。あれあれ。ポップアップがいる。セレクトファイヤーね。あ、そう、この間さ、なんかあの配信こう上手な。ありがとうベイビー。ちょっと待って、シャンプー上がりそうです。ふうで、あの、あのうまいさ、エペックス前にその人たちのこう動画とか配信のアーカイブとかをこう見たりするんだけど、こうみんなさ、みんななんかこう決まってやっぱり英語ボイスないよ。うん、英語のボイスでやってるんだよ。でもあの、かっこいいよ、英語やろうかなって思ったんだけど、英語が全然わからんからさ、本当に切羽詰まって大事な時に何言ってるかわかんねえなみたいになったらさ、いやちょっとまずいなと思って日本語にしか、日本語にしかちょっと勇気なくて変えられなかったっていう話。だってさ、こっちに向かいましょうとかさ、もうここは引くべきとか、めっちゃあの大事なピン差しの時にさ、ちょっと何言ってるかわかんないっすねみたいな致命傷になってしまうから。いやだから、もうちょっと英語憧れだったけど、もうその夢を諦めた。え、だって超かっこよくないか、なんか英語で喋っててなんかこうな、キャラクターが英語でわかるプレイヤーかっこいいなと思ったけど、もう諦めた。めっちゃかっこいい。な